本日藤島選手は都合により欠席となります。また山田拓実選手は町内のファン感謝祭に参加となりました。後藤正明です。キーパーやってます。ボランチやってます小西雄大です。シーズンを振り返ってそれぞれ一言ずついただけますでしょうか。まあ、悔しくもあり成長もあったシーズンなのかなというふうに思ってます。最終的に J1 昇格を成し遂げることができず本当に悔しいシーズンになってしまったなっていう、まあ、悔しいというのが一番大きいですね。やり続けていたことが最後ああいうふうに、少し形になってっていうシーズンだったと思うので、まあ、クラブとしても来季以降につながるそんなシーズンだったかなと思います。今書いているんでしょうか。笑ってますけど大丈夫ですか。なんかでもなんか私は分かった気がします。うまい、これはうまいと思います。だいぶうまい。わー、正解ですね。いいですか。拍手が多かった正解ということでおめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。Hopefully we can see you a lot more next year at training sessions where you can see the players train every day the way I do. そして、まあ、来年になりましたら来シーズン皆さんがもっと練習場に来れるような環境ができれば良いと思ってますし、そして我々がどういう練習しているのか見てほしいと思っています。